よっしゃ。そうやね。はい、それではよろしいでしょうか。ルール説明します。本日の第1ゲームです。 A 対 B の無限復活カウンター戦です。で、打ち方制限がセミオートですね。セミオートのご準備をお願いいたします。で、スタート位置こちら B フラッグ、敵のスタート位置が正面 A フラッグになってます。で、エリア制限は特にございません、下ですね、森林エリア走ってきていただいて大丈夫ですが、まあ急なんでね、まあ一発目から疲れたーって声が聞きたいんで、みんな走ってください。わかりました。で、カウンターですね、こちらドラム缶の上に置いておきます。ヒットされた方カウンターを押していただいて復活になります。で、その際なんですが、必ず打たれた方本人で戻ってきていただいてカウンターを押してください。その際、押しといてゲートが押しとくようなしてお願いします。前線結構上がってるなと思ったらスタッフ声かけ、いや、どうしよう、おめえ、全く分かんないよね。でカウンター戦だから、スタート。団子盛りしててもあれだもんな。うわあ。おお、ここ強え。あっちょい。あ、マジっすか。回ってみる。あそこに。よっしゃー、よっしゃー、顔半分。いる。B 対 C、B 対 C のセミオートクラブ戦です。セミオート戦なのでセレクターの確認しっかりするようにお願いします。フルオートは打たないでください。またフラッグ戦なので復活はありません。一回死んだら終わりです。はい。で、フラッグ戦なのでフラッグゲットする際必ず。4、3、2、1。スタート。うわ、はい、早い、張り切ってる。もうかい、マジか、これ普通に崩されるな。守ろうかな。
だからどうなるかだもんね。最後までうまいんだけど、はい、でもね、19番馬力より向こう側でお願いいたします。これでお母さんまさにゲスの清み。ここら辺ちょっと下がった6歳でまっすぐ、まあ、ここら辺、うん、まあ、いけ4、谷底、3、2、1、シャメイスタートーお願いします。単純に止まれなかった。